漫画でっきょんな、どもども、中年ゲーマーよろさんです。さてさて、本日お昼の12時になりまして、15日から始まるキャンペーンの告知が来ましたね。今日は何もお知らせないやろうと思っていたので、完全に油断しておりましたよ。さてさて、今回はいつもと違って珍しく2日、前の告知ですが、何か特別な意味があるのか、これがわからない。まあとりあえずその辺の話は置いといて、あさってから始まりますキャンペーンについて、雑談を交えつつざっくり確認していきたいと思います。お知らせ読むのがめんどくちゃいという方、とりあえず読んだけどよくわからんかったという方は、ぜひぜひ最後までご覧くださいませ。それでは早速やっていこうじょのいこ。てなわけでメインリアム編第7話公開記念キャンペーンが、開催。昨日、私のブログにて、おそらく15日はメインストーリーの更新と予想していたのですが、予想的中でございました。ちょっぴり嬉しくなったそんな水曜日の午後でございます。15日12時よりメインリアム編第7話、燃ゆる炎の輝きが公開、おそらく育成上限がまた更新されるんでしょうな。最近育成上限更新のペースがかなり速くないですか？今回のキャンペーンのバナーを見た感じですと、次回のメインストーリーではタリアさんとカーンのカップル、そしてブラックとルビーが登場するっぽいです。ルビーとか去年のサガ魂以来の登場ですな。そしてなんか見たことない青と緑のキャラはリアム編のオリキャラですかね。敵なのか味方なのか大変気になるところでございますな。続きまして、新しい錬成装備素材追加などなどのお話。今回のメインストーリー追加に伴いまして、錬成装備素材に新シリーズルリが追加とのこと。今回ドロップするルリシリーズの武器種は体験斧、小剣、槍、杖。さてさて、赤金と水力の錬成装備のアビリティはいまいち微妙な感じでございましたが、今回新しく追加されるルリルリは一体どんな感じのアビリティになるんでしょうかね。まあ微妙なアビリティばかりで、バカばっかって言いたくなるような錬成装備にならないことを切に願っております。さらに期間中はルリルリの他にも旧シリーズの錬成装備素材ボックスが追加でドロップ、そして4種類の錬成装備素材ボックスから2つドロップするとのこと。ドロップする錬成素材ボックスは重複する可能性があるみたいですので、エンシェントのボックスが2個ドロップというパティーンもあるってことですな。で、気になる箱の中身ですが、各シリーズの全部機種の錬成素材とオーラムが入手可能。錬成装備素材ボックスは右の宝箱から開封するようです。錬成装備素材ボックスがドロップする期間は7月20日12時まで、そして開封可能期間は8月17日4時までとなっております。たくさんの錬成素材をゲットするチャンスですので、あさってからはメインストーリーの周回を頑張ってまいりましょう。イベントがまだ一段落してないという方は必死のパッチで終わらせましょう。続きましてメインストーリー追加時、毎回恒例となりましたコイン集めイベントのお話。期間中、メイン前は遺跡潜り全種デリアム編第7話公開記念コインがドロップ。それを集めて交換所にていろんなアイテムと交換してくださいねというキャンペーンですな。コインのドロップ期間は8月1日4時まで、交換所の期間は8月15日4時までとなっております。そしてメイン前話でゴルピが個数限定でドロップ。期間中、メイン前話でゴルピが300枚まで個数限定でドロップとのこと。こちらは今までのようなデイリーではなく、期間中でマックス300枚ということみたいですな。開催期間は7月20日4時までとのこと。そして毎度おなじみ育成応援キャンペーンのお話。期間中メイン前話で一部キャラクターのステータス上昇量が3倍。今回追加される対象キャラはメインストーリーで絡んでくるキャラと武器室へのキャラといった感じですかね。アビリティ付与期間は8月1日4時までとのこと。あとはメイン応援ミッション開催で、期間限定プラチケ50枚や、スタ材などをゲット。そして7月20日12時までの期間中、
メイン前話のスタミナ消費量が半減。そして装備メダル交換所にラインナップを追加。今回追加される SS 装備はこんな感じですな。4月末までに実装された SS 装備が追加されるみたいです。あとはツバイクでメダルと交換量が2倍になるいつものやつと、来週月曜日から裏道場の証が2倍になるやつですな。というのが明後日から始まるキャンペーンについてでございました。今回はメインストーリー追加だけで、ガチャの追加はなし。とりあえず一安心といったところですね。今回、ガチャ追加がなくて残念という方もいらっしゃるかと思いますが、20日12時からの新イベントでガチャ追加が来ますから、その日を楽しみにしておきましょう。とりあえず15日から20日までの期間中は、ひたすらメインを周回して、育成に錬成素材集めにと、レッツハムハムですな。7月末のアップデで武器の所持数拡大も来るみたいですので、それに向けてしっかり錬成素材を集めてまいりましょう。また新しいメインストーリーの周回編成を紹介動画もアップする予定ですのでお楽しみに。そして、15日から新しいイベントがやってきますが、15日に終わってしまうものも多数ございますのでご注意を。はい、3点、5周年イベントで開催されたガチャの大半が、7月15日4時をもって終了となりますので、まだどのガチャを引こうか迷ってらっしゃる方はお忘れなきように、以前3点、5周年ガチャの総まとめをこちらの動画にてアップしておりますので、まだ迷ってらっしゃる方はそちらをご覧くださいませ。概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はそちらからどうぞよろしくです。さて今回はガチャなしのメインストーリーのみ追加でしたが、20日からは一体どんなイベントがやってくるんでしょうかね。20日ということで、久しぶりのサガ魂ガチャがやってくるのか、それとも8月2日に発売日が迫っているサガスカヒーローの野望の発売日記念キャンペーンがやってくるのか、はたまたその両方がやってくるのかといったところですかね。皆様はどう思いますか。よろしければコメント欄にて、皆様のご意見をお聞かせくださいませ。とまあ今回はこんな感じですかね。それでは最後に私事で、大変恐縮でございますが、少しばかり宣伝をさせていただきたいと思います。私、こちらのメインチャンネルの他に、サブチャンネルもございまして、こちらはレトロゲームを主体に動画をアップしております。で、こちらのチャンネル登録者数が、今現在こんな感じでございます。目標の1000人まで、あと少しというところまで来ましたので、よろしければ皆様の清き一ポチを、どうかお願いいたします。サブチャンネルの URL は概要欄にございますので、お手数ですが、そちらからよろしくお願いいたします。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。では、